毎度工事屋です、ニコン F 用ですね、まあ、F のブラックと一緒に入ってきたんですけども、バラ売りになります。これコピーですけど、一応13年に、まあ、ボディと一緒にレンズも、まあ、特にヘリコイドですね、ヘリコイドがスカスカにやっぱりなりますので、まあ、清掃オーバーホールしてありますので、まあ、よくニコンにあるようなスカスカではないです。ぬめっとしてます、フードつけてもキャップがしやすいような、まあ最近のですね、最近のキャップがついてます、このフードはこのレンズの時代のものではないですね。新しめのものがついていますが、まあ実用にはいいと思います。あと、まあ、当時のニコールのキャップですね。これは付属しています。それから、まあ、多分当時のニコンフィルター。それだけ付属しています。レンズは55の 1.2、まあ。マルチになっていると思います。コーティングはですね。外観、外観綺麗ですが、こういうところですね、角がやっぱりちょっと擦れてますかね。あと全体的には綺麗です。どうしてもここ広がってますので当たるんですね。多少擦れてます。ただまあ全体的には非常に綺麗な状態だと思います。もうここら辺のメッキもピカピカですね、オートニッコールのままです。非 AI ですね、 AI になってませんのでご注意ください。まあ、最近のデジタルカメラはまあ使えますのでね、いけると思います。絞りも綺麗です。まあ、これ絞った時に形がいびつになるのを嫌がる人いますが、まあ、これは仕方ないと思います。でですね、まあ、こうやって見てるとまあ全く問題ないんですが、ペンライトで照らしますと多少は汚れみたいなものは見えますね。ただこれ明るいレンズは特に拡大されますので、ちょっとしたホコリでもなんかすごいのが入ってるように見えますが、それほど悪くないと思います。ホコリみたいのが見えますね。あとはですね、基本的にはカビ跡みたいな感じだと思います。うるさいこと言わなきゃ全然問題ないですが、やっぱりペンライトで見ますと、まあ多少はあるかなという感じでしょうかね。毛ぼこりみたいのが真ん中辺にちょっと見えますね。あとはまあいいと思います。 1.2 のレンズはすごい値上がりしてますのでね、まあ、こういう古いタイプでも人気があると思います。オートニッコールの 55mmF1.2 になります。いろいろ付属品も付いてます。